A ピラー表面の窓枠が1ミリもないので、ウィンドウを少し切ります。切りすぎるととても面倒なことになるので、少しずつ。ウィンドウのクリアパーツが少しはみ出るのは仕方ない。パーツの厚みがあるので。後ではみ出ている部分を塗装して、ピラーの一部になるようにします。全身がボコボコしているのを鳴らしていきます。これは気がついた時にちょこちょこ行います。
実は今回の作業は順番が前後しています。内装を仕上げる前の作業です。内装の作業を連続して見せた方が分かりやすいと思い、順番を入れ替えました。
今回はここまでです。それでは皆さん、また次回をお楽しみに。バイバイ。